みなさんチーズ。チーズじゃないぞ。チーズ。チーズ。はい、みなさんチーズ。チーズ。よしよし。はい、じゃあ早速開けていこう。もうタイトル入れてるから、巻いていこう。はい。あっさり。雑？雑。雑？雑。トライデント。はい。これってなんだっけ？トライデントってポセイドンのやり？忘れた。確か、なんか3つのなんかね、なんちゃらかんちゃら。おー、シールかっこいいな。はい。てか持ってみた感じだと重い、そしてかっこいい、超かっこいい。トライデントかっけー、ほい。これはやばい。ちなみにロックの山はぼちぼちって感じかな。まあ一回やってみよう。とりあえず全部出しといて。ナイス。これかっこいいよね。ガルーダ。まさかのハモーレ。超かっこいい。なんかチップが青っていうのがちょっとあれだけど。かっこいいよね、これ。素晴らしい。まあ、とりあえずちょっとロックの硬さを試してみたいと思います。じゃあ適当に。てか、デスアイさん最近出すぎ？そうね。この前さ、モンスターで出んかった。ああ、これはなかなか。一番最初のロックが、あの、バルキリー並みのロックの硬さで、後のロックは、ホルス並みっていうのかな。ホーリーホルスードくらいのロックの緩さかな。最初のロックだけクソ硬い。あ、山だって高いもん、最初だけ。でしょ？うん。うん。で、しかもこれ円形で、何なんだろう、どういうレイヤーの仕組みなんだろう。知らない、わかんない。何も知ら、何も調べてない。でも絶対この赤い部分が。なんかありそうだけど、うん、何もなさそう。あれ赤い部分ラバーじゃん。そうなの？うん、ラバーラバー。こんな中ラバー入れてんやん。ここ、ボヨンボヨンです。赤い部分。触るとわかる。ボヨンボヨンじゃね？ラバーなのか。うん、ラバーだね。こんな中ラバー入れてなんかいいやん。衝撃吸収だと思う。てか、そうだよ。うん、衝撃吸収だね。多分。わかんない。うん、まあ。回してみようか。はい、というわけでね、早速僕はこうやって作りました。こちらのカスタマイズです。はい、これね、みんな知ってるこれね、みんな大好きでしょこれ。はい、そこまで好きじゃない。マジか。じゃあ次ビビが作ったの見せて。ないよ。あるでしょ。はい、どうぞ。俺が見てるのね。はい、これがビビ作トライデント。何も分かってないから色で合わせる。めっちゃ黄色いな。これね、本当はね、軸先ね、オレンジが良かったんで、そしたら黄金になるんだもん。そうね。じゃあ一回これでやってみようか。いくぜ。3、2、1、ゴーシュ。おー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 。なんか音がパチパチ。全然違う。ベイブレード回してたっけ、打ち合って。なんかラバーがやっぱ反応してんだよ、うん、そして重いね、ケちゃんのやつ。重いよ。あ、これやばい。これまずい、これまずい。おー、ギリチョンのチョン。ワンロック外れてた。ノーロックだった。じゃあ次ビビがトライレンド出して、うん、交互にやっていってみようか。俺はじゃあバルトゥ出たよ。この頃頑張って作った子で、俺も次トライデント使うから、うん、次ビビは何でもいいから出してみて。分かった。いくぜ。3、2、1、ゴーシュ。おお、多分このトライデント多分バリ強い。負けたよ。フラグ回収だね。そうだね。あとうちのバルデル強いからね。それな。音がすごい。ほら、ぐちゃぐちゃってなる。ぐちゃぐちゃってなる。そう。よし。
じゃあ次俺が使います。自作のトライディです。おい、はいよ、レーズンスプリング勝てるよ。3、2、1、ゴーシュ。すごい、最初はワンタッチでずれちゃったけどはめてたんだ。うっほい、何事、やばいね今。あれ、うちの前どこあるでしょ。いたいた。じゃあちょうどこれで見えなかった。なるほど、じゃあもう一回やってみっか。うん、ここ一回蹴りつけようぜ。うん、いや多分ね、本当にラバーが反応してんだよ。だって音しなかったしね、最初やった時音がね、ラバーの音なんだよ。面白い、多分ダメージ吸収だと思うんだよ。 OK、 うん、3、2、1、ゴーシュ。あー、回っちゃった。回っちゃった、回っちゃった。音が違う。そう、やばくない、トライデントめっちゃ強い。うん、起こしちゃった。やばいなこれ。トライデントどうしようかな。めっちゃ強いこれ。だって音がロック外れる音じゃないんだもん。そう、吸収しまくってんの。やられてる。すげえ。トライデントの先端をちょっと変えてみようかな。いやー、でもこれカスタムが楽しくなりそうだね、このトライデント。バリ強い。はい、というわけで、今回ねトライデントの紹介でしたけれどもね、これだいぶ強いっすね。うん、うん、見た目よし中身よしなんで、皆さんよかったらね、1回400円ですけれどもね、ちょっとお高いですが頑張ってガチャ回してゲットしてみてください。それでは以上、バイバイ。